おはようございます。いやもう暗くてね、君の顔ね影になってるよ。いや別につけなくてもいいよ。そんなに自分の顔を撮りたいかい。いや撮んなくていいで。はい、いや、違う。いや違う。いや、悔しいわ。今日はね、ホッケですよ、いよいよ、冬ホッケ。問題は、今日お客さんとね、一緒に東方で、さっきの車に乗り換えた瞬間に突き放されるという、まあ、そりゃしょうがないですよ。不慣れな雪道ですから。本当はいきなり迷惑かけるからね、本当に思ってくれて、いや、申し訳ない、さっき頑張れ。まあ、今日は本当釣り場教えてもらう立場だから、いつもみたいに釣り場は明かしません。そこはね、やっぱりね、僕らはやっぱり初心者だからね、ちょっとベタなところをこうポン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 ね、今日はここですなんてやっちゃうけども、いつもね、あれは本当はね、やっぱり釣り人っていうのはやっぱり釣り場を明かさないっていう暗黙のルールがあるらしいから、今日言えるのは、シリベシの某所ということで。シリベシの某所です。某所ですね。今もうこの天気の中吹雪いてますね。我々は、いやだけどね、9時から天気良くなるっていう話だから、それに向けて今はちょっと耐える時期。もうあれだよ、いつも最近なんかちょっと一人のオープニング多くて、なんかほんとボソボソ喋ったんだけど、なんか久しぶりになんかこう誰かとオープニングできるもんだから、ちょっといつもより長めに。あ、ちょっとテンション高めなんですね。よし、じゃあ水場に向かいましょう。はい、はい、荒れてる。うわうわうわ、大丈夫っすか、こんなとこでやって。うわすげえ。笑ってみろ、行くよ。いや行きましょう、アプリ好きと。行くよ、タッキーちゃん、行くよ。なんだよ、受け入れる。さあ行くぞ。はい、行きましょう。よいしょ。多いよ。寒い。寒いマジで。いやいや、予想以上のね。予想以上に寒い。あっち特に。そうね、朝からこの状態ずっと行っちゃったもんね。これはね、俺らみたいな初心者じゃなくてもね、坊主で終わるパターン。おとなしく、まあ命あったからこそこんなこと言ってられるんだからね。頭から波かぶったけども、バシャ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 おとなしく札幌帰りましょう。そうですね。はい、さよなら。